忠告だ。生地タフだと地獄を見るぜ。確かに認めざるを得んな。貴様は強い。この我の次にな。続きを始めるか。スーパースラッシュ。口調が変わっただけかよ。あの怪物みてえなエスカノールでも勝てねえのかよ。仕方ないよ。エスカノールの今の等級は114000。対する団長はそれをさらに超える怪物、等級142000。このままだとエスカノールは殺される。増してるはずのエスカノールを手玉に取るなんて。あれこそが団長殿が純粋なる魔人族の英雄だった時の姿。実戒統率者メリオダス。フルカウンター。そうだ、あと一歩で。今の声は。存外楽しめた。可愛い弟と兄弟喧嘩をした時以来か。大した人間だ。殺すのが惜しいぜ。くそ。一体どうやってあの団長を止めればいいの？残された猶予は1分。奴の力は日の出とともに刻一刻と増し、正午を迎えると同時にピークに達するのだ。時間にしてわずか1分、奴は無敵の権化となる。その名はザ・ワン。まだ隠してやがったか。噛みちぎり。かゆ。世間エスカノール。
魔の神とやら。人間に見下される気分はどうだ。歪みはどうなったの？すでに消失しているメラスキラーの魔力を消し去ったことで解除されたようだな。ならいよいよキャメロットに乗り込めるね。でも団長がこんな状態じゃ。引き上げるぞ。マーリー、お願い、少しだけでもメリオダスの傷を治させて。傷を治せば即座に襲いかかってこよう。その時誰がメリオダスを抑える？何度だろうと私が可愛がってあげますよ。いや、最強の男、頼りになる。僕変なこと言った？いやあまりに愚かで当然のことをおっしゃるので驚いただけですよ。愚かねえ、マーリン。痩せ我慢もほどほどにするんだな。何の話です？お？エスカノール！嘘！一発でエスカノールを倒した！エスカノール、しっかりして！マーリー最強かよ！ディアンヌ、エスカノールを頼む。バン、どうしたの？みんなのところへ行きましょう。バン、何もできなかった。何もしてやれなかった。彼は決してそんな風に思わないわ。そうでしょ、バン。正直状況は深刻だ。エスカノールのダメージは深い。サンシャインは強大すぎる魔力ゆえ、長年にわたり蓄積した負荷が一気に出たのだろう。団長殿の状態はさらに危険だ。魔人王に感情を奪われたことにより、かつてのメリオダスに逆行しつつある。皮肉にも強さは以前にも増してな。ショックスティンガー。メリオダス団長！マーリン、やめて！エリザベス、そこをどけ。メリオダスをパーフェクトキューブに閉じ込める。それじゃ何の解決にもならないわ。事態は一刻を争うのだぞ。こうしている間にメリオダスは闇の力で傷を修復している。マーリン、お願い。ダメだ、今すぐ隔離せねば。私を彼と一緒に閉じ込めて。ねえねえ、エリザベスちゃん、メリオダスと心中する気か？心配しないで、ホークちゃん。今の私の魔力でなら、進行を止めるくらいができるはずよ。わかった。ありがとう、マーリー。ただし、私が絶えずそばで見張る。万が一に備えてな。でも、マーリンとエリザベスまで戦線離脱なんて、一体これからどうしたら。キャメロットへ予定通り向かう。
我らの任務はキャメロットを実戒の支配から解放し、囚われたリオネスの民を救出することだ。何よりエリザベスが前世の記憶を取り戻した今、残された猶予は3日、立ち止まっている暇はない。キャメロットへの到着まで2日、エスカノールの回復を待ち、団長殿を元に戻す方法を私が考えている間、当然ゼルドリスや配下の魔人が襲ってくる可能性は十分あり得る。キング、ディアンヌ、ゴーセル、頼れるのはお前たちだけだ。エリザベスのことが心配。団長たちも元気になるよね。団長は回復しても元に戻る可能性はゼロに近い。え？マーリンはそう考えている。ゴーゼル！でも俺はたとえどんなに可能性が低くても元の団長に戻ってほしい。よし、何としてでもオイラたちでみんなを守り抜こう。ヘルブラム、君が身を挺してオイラとディアンヌを守ってくれたように。はあ、みじめ。こんな貧相な穴蔵で隠れ過ごさなきゃならないなんて。あ、あ、見回りのデカムカで。こっちへ来るのか？来たー！マーリー様、ヘルプミー！え？その人の話、よく聞かせてくれないか？私はアーサー・ペンドラゴン。ここは魔人たちがうろついているから、場所を変えよう。な、あ、うん、さあここだ、ついてきて。息災か。まあ彼女のことだ、何の心配もいらないだろうけど。あ、なぜあの人のこと。お前まさかマーリン様が探せって言ってた王たる器の魔力って。アーサー様のお帰りだぞ。アーサー王様。アーサー王、お怪我はありませんでしたか？少し汚れたけどね。よかった。こら、僕を何だと思ってる。なんじゃこの目ん玉は。古本。この僕こそ混沌の母より生まれし吸血鬼王族、オルロンディ様さ。ふふん、目玉のくせに偉そう。そこの猫、まん丸の、聞こえたぞ。やめろキャス。だって偉そう。猫に言われる筋合いはない。で、なんで猫が喋ってるんだ。さあお疲れでしょう。アーサー王、お食事ができてます。お腹ペコペコだ。悪くないね。お前には言ってない。しかし能天気な連中だよ。今オートがどうなってるのか知らないのか。洗脳された人間はみんな魔人の餌か女神の封印を破るための生贄にされてるんだぞ。分かってるさ、本当はみんな辛いんだ。大切な家族や友人と離れ離れになって、そして